ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト。超ブログ思考。はい、えー、こんにちはアポロです、えー。今日はですね、認知を広げる三つの方法について解説していきます。まあかなりちょっと実践的なね、えー、話になっていくんですけども。 そもそもこの認知というものをですね、しっかりと意識していますかというところをまずね、考える必要があって、まあ、このウェブマーケティングですね、まあ、それ以外のマーケティングもそうだと思うんですけど、ステージが分かれてるんですね。認知のステージがあって、興味のステージがあって、信頼のステージがあって、行動のステージがあると。まずそもそも自分の存在を知らない、自分の商品の存在を知らない人には、まず認知をしてもらう必要があるわけですね。 どんなに有益なテクニックとかね、ノウハウを発信していても、そもそも自分の存在を認知されていなければ意味がないわけだし、その、えー、興味を示してない人にですね、そういう、まあ、テクニック論とかの話をしても響かないわけですよ。そもそも興味がないわけだからで。有益なノウハウとかテクニックっていうのは、信頼のステージの人に向けて発信する内容なんですね。だからまずは認知をします。そして興味を示してもらうわけですね。例えば、なんでコンテンツ販売やった方がいいのかとか。 なんでポッドキャストを始めた方がいいのかっていう話をしていくと興味を示すわけですね。もしくはなぜ今すべきなのかみたいな話とか。だからそれぞれのステージに合わせて情報発信ってのは変えていく必要があるんですけど、結構それが前できてない人が多いんですね。インチとかのステージなのにいきなりセールスしちゃうみたいなね。まだそもそも自分の存在をほぼ知られてないのに、いきなり売り込みしてもね、売れるわけがないでしょっていう話です。だから、えー、まず最初にね、 本当に01の人もそうだし、しばらく、まあ、情報発信始めて1年とかはね、とにかく認知を広げるっていうことを意識するのが大事かなと思います。そこでいきなり物を売ろうとするんじゃなくて、まずは知ってもらうってことがね、大事になってくるわけですけど、じゃあこれどうやって認知を広がるのか、お金をかけずにやる方法ですね、解説していきます。 まあお金かける方法は簡単ですよね。広告出せばバーンと認知して簡単に広がるんで、まあ、資金力があればですね、まあ一切そんなことを考えなくてもね、広告打つだけで勝手に認知は広がっていきます。でもなかなかそこまでね、莫大な広告費っていうのは捻出できる人は少ないと思うんで、まあ無料でできる方法ですね、をお話していきます。一つ目はですね、えー、露出を増やすってことです。露出を増やす。発信回数ですね、投稿頻度をまずは増やすってこと。 3日に1回しか発信しない人よりも毎日発信する人のほうが当たり前ですけど露出は増えるわけですよね。露出が増えればその分見つけてもらう確率も高くなりますし1つの媒体でしか発信してないよりも3つの媒体で発信している人のほうが当然認知は広がりやすくなりますよね。だから露出を増やすっていうのは発信回数とか投稿頻度を上げるプラス発信媒体を増やすというような形で対策することができます。 で、えー、2つ目のポイントですね、えー、これはですね違いを作るってことです。例えばさっきみたいにこう、ね、いっぱい情報発信をする、毎日情報発信をするとしたとしても、ですね、まあ、そんな人はネット上にいくらでもいるわけですね。ね何万人、何十万人とですね同じような人がね同じような発信をしているわけです。だから単純にそれを発信するだけでは、ですね、まあ、自分の存在を認知してもらうのは難しいわけです。一瞬見てもらうことができても、すぐに忘れられちゃうんですよね。 だからあの、ちゃんと相手の印象に残す必要がある。相手の印象に残らなければ存在しないのと一緒ですから。例えば、どっかのね、何か自分が調べたいことがあって、ネット検索をしてで、どっかのブログを見るじゃないですか。でも、そのブログ見て、内容を理解して、あ分かった、これでじゃあ、ね、問題解決したってことで、そのブログを立ち去ったら、おそらく1分後には、ですねそのブログのタイトルとか、ね、書いてる人の名前とかって忘れちゃってると思うんですよ。 それとも認知されてないのと一緒ですよね。だから認知されるっていうのは、その、まあ違いを作るってことが大事なんですね。印象に残すことが大事なわけです。印象に残すっていうことを考えると、やっぱりインパクトをね、与える必要があって、それをするためには何をするかっていうと、違いを作る必要があるわけです。違い。まあ全部同じ見えたらね。 印象なんか残らないじゃないですか。だって他にも同じようなことを言っている人がいっぱいいるわけだから。じゃあどうやって違いをね、作るのかってことを考えていかないといけない。同じようなテーマについて発信するにしても違った切り口からね、アプローチしていくとかってそうだし、やっぱり自分っていうね、自分らしさありのままのね、自分を表現するっていうところもそうですね。言ってる内容も一緒だし、その話してるパターンも一緒。要するにそのテンプレートにガチガチにはめ込んでやるみたいなものっていうのは、テンプレートっていうのは多くの人が使ってるんで、かぶるんですよね。 そうすると違いができなくなるわけです。違いができなくなると見てる側は何がどう違うのか分かんない。ってなると大差ないから印象に残らないわけですね。なので、この認知をね、進めていく。インパクトを作るということですね、うん。はすごく大事になってくる。そのためには違いを生むってことですね。で、3つ目のポイントですけども、これはですね、継続的に接触するってことです。 本来ですね、まあ、今回このエピソードを取ろうと思った時は、3つ目のポイントはね、インパクトを与えるっていうことが3つ目のポイントだったんですけど、これ話してるうちにね、やっぱりこう継続も必要だなってことが、今ね、話しながらパッと出てきたんで、急遽これを入れ替えてるわけですけど、まあ、違いを生むとインパクトをね、作るっていのはまあ近いところがあるんで、まあ、違いを生めばインパクトになるし、あとはまあ何かインパクトを与えるようなことをね、するっていうのもすごく大事だと思うんですけど、 継続も大事ですよね。継続的に接触する。結局、その、例えば、さっきのね、ブログの検索とかもそうじゃないですか。一回しか見たことがないものってすぐに忘れるんですよ。よっぽどインパクトが強くない限りは。だから、継続的に接触する必要があるわけですね。な何回か接触してるうちに、あ、こんな人いるな、みたいな感じで印象に残るんですよ。だから、こう SN、SNS とかでも、一回ポンとね、何か発信しても、 おそらくその、しばらくは覚えてたとしてもすぐに忘れると思うんですよ。でも同じ人が何回も何回も何回も自分のフィードに投稿されたら、興味を示すかどうかは別として、認知はすると思うんですよ。なんかこの人最近よくやってんな、みたいな。で、その人の、まあ、例えばアイコンとか名前とか表示されるから、まあ、アイコンを覚えたりとか、名前を覚えたりとかぐらいはすると思うんですね。で、それが認知だと思うんですよ。だから、 継続接触をするってことはまあ繰り返し相手にね、こう、なんだろう、接触していかないといけないってことですけど、そのためには、まあ、1にも通ずるところありますけど、やっぱり更新頻度を上げる、投稿頻度を上げるっていうのは大事ですよね。だから、例えば YouTube とかで、1本すごいね、もう、バズるような動画を作ったとしても、それだけだったら、接触回数は1回にしかならないわけですよ。 でもそれがね、10本、20本、30本と増やしていったら、何本も見てるうちに自分の存在って覚えてもらえますよね。だからこう、そもそもやっぱりその辺の戦略が例えば YouTuber とかと違っていて、僕たちは1本だけこうバズる動画を作ってね、何百万っていう広告収入を稼ぐのが我々の戦略ではないので、コツコツと信頼を積んでいって、最終的に自分の商品販売を繋げるっていう戦略なんで、そもそもそのあたりの考え方も違うわけですけど、なので、 えー、継続接触。だこのポッドキャストの方がまさにそうですよね。もうルーティン化して、毎日ね、例えば通勤時間とかね、えー、ジムでトレーニングしてる時間とか、ウォーキングの時間とかね、家事をしてる時間とかにポッドキャストを聞くっていう習慣ができてる人は、もう継続的に接触するわけですよね。この時間帯は誰々のポッドキャストを聞くみたいな感じで決まっていたら、継続接触ができる。そうすると、認知は間違いなく進みますよね。もう覚えてもらってるわけだから。 プラスアルファで、えー、信頼も徐々に溜まっていくみたいなことが起こるわけです。なので、えーまあ、3つのポイントですね。ちょっと急遽入れ替えましたけど、えー、1つ目が露出を増やす、2つ目が違いを作る、インパクトを生むということですね。で3つ目が、えー、継続的に接触するということです。この3つを意識してやっていくと、認知っていうのは、えー、広がっていきます。 まずは最初に何をすべきかっていうととにかく自分の存在を知ってもらう存在を知ってもらわなければいないのと一緒なので,でそこをね理解してもらわないと、ね、例えば、まあ、どういうことかっていうとじゃあどっかのねまだ、あ、ここでもいいですよじゃあスペインに、えー、セバスチャンっていう人が住んでてでもそのセバスチャンって人を僕たちが例えば知らなかったとしたらそのセバスチャンって人は我々の人生に存在してないのと一緒ですよね、うん みたいな感じのことは起こと起るわけですよネット上にその人が実在していたとしても我々が認知していなければ存在しないのと一緒なわけなんで存在してないってことは結局、まあ、当たり前ですけどね商品なんか売れるわけがないですよねなのでそのあたりでこうどういうふうにしていけばね認知が広がっていくのか単純にその一番だけだと十分じゃないってことですよ接触頻度とか、ね えー、じゃ投稿回数とかね頻度とか上げたりとかっていうだけじゃ十分じゃないってことです。それも結局一回しか接触しなければね意味がないわけだしインパクトが残らなければね認知は広がっていかな、ね、い全部を組み合わせて初めて認知ってのはできていくのでそこをね、えー、こう総合的に考えることが大事かなと思います。